休め、気をつけ、礼。ご来場の皆様、どうも。個性や自由で、はみ出していく、はみ出していく、それが新しい学校のリーダー。 AKA 新しい学校。よろしくお願いいたします。東京体育館のみんな、こんばんは。せこんばんは、こんばんは、もっと。おー、素晴らしい、ありがとう。本日は我々初のアリーナワンマンライブ in 東京体育館、その名もパンパンはみ出していくにお越しいただき、誠に誠にありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなので皆さんとはみ出していくをやりたいと思います。やってくれますか？じゃあ行くわよ。せーの、はみ出していく。もう一回。せーの、はみ出していく。せーの、はみ出していく。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。
このはみ出していくってもう私たちが結成当初の9年前からずっとやり続けてきています。そうです。なので今日こんなにたくさんの方と一緒にはみ出していくができてとても幸せです。ありがとうございます。てかはみ出していくってどういうこと？はみ出しとはほぼルールを守った上で自分の個性を大切にし力強くそして自由に楽しむことです。はーい。 Do you understand? はーい。皆さん最後まではみ出す準備できてますか？はーい。もっとこう斜めにはーやで。あ、隣の人に迷惑かけないようなちょっと首角でやっとあかんで気をつけて。はみ出す準備できてますか？はーい。すごいお利口さんでございますね。じゃあそんな感じでお利口さんにみんなで楽しんでいきましょう。最後までよろしくお願いいたします。書いて書いて消してまた書いてもう一度ああそう
「ヒリヒリしたい地に
もしもし、ちゃ、やはりお前か。もう電話してくんなって言ったやろ。もうわしらはこの世界から足を洗ったやんな。だからもう電話切ってもええか。え？何？わしらが狙われてる？なんで今更狙われる必要があんだよ。なんで、もう奴が来ている。
それはもうやるしかねえな。何人来ようが狙い撃ち。私のためにやる。見てごらんこの私、今に乗るは玉の輿。磨きかけたこの体、そうなる寝落ちがあるはずよ。夢をギリギリ心臓でかけ、逃さないパート狙い撃ち。神がくれたこのビブを無駄にしては罪になる。もっとこだけこの手に触れてたたまわないよ。女一人飛ぶために戦してもいいじゃない。それで夢が叶えるならお安いものだと思うでしょう。勇気をギリギリなプロフェッシャーズハー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 逃さないパート狙い撃ち。あはつくばけバキュバキュ撃たれて撃たれて撃たれて。カノンちゃん、何あんたの心臓をバキュン。ミジュちゃんの心臓を、バキュンバンバン。リンちゃん、あなたの心臓をバキュン。ああ、はい、バキューされた人挙手。みんなみんなされたい。もっとアピールして。上にもいっぱいいるよ。じゃあそこのお兄さんの心臓をバキュン。ナイスナイスナイスバキュン。はい、あともう一人ぐらい。わしはおもろいリアクションできるで言うやつ。あ、ちょっとおもろそうなお兄さんおるやん。その新しい学校ジャージを着た、カメラさん映して、カメラさん映して、あのお兄さん映して、あのお兄さん映して、映してください。あ、映ってるね。行くわよ。あなたの心臓をバキュン。いい歌でっぷり。いいね。いい歌でっぷり。おもろいな。配信の人打ったらなんてカメラ。そうや。今日はね、ユーネクストで配信されてるんですよ。だから配信の奥のみんなの心を、バキュン。打てたかな、キャーって言っといてくれたらええな思います。きっと言ってるかな。はい、じゃあバキュンバキュン攻撃できたというところで、りんちゃん。はい。あなた、ここに来たらなんか叶えたい夢あるんじゃないの？あります。はい、なになに？こんな大きいステージに立ったら言ってみたかったことがあります。オッケー、言ってみろ。じゃないよ。
アリーナー、2階席、3階席、何も言えねえ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 って気持ち、何も言えねえらしいですよかったね、よかった、リーちゃん夢叶えました、嬉しい、よかったです、アリーナに立てたね。でもさ、リンちゃん、はい、今日もう一個夢叶えてるね。あ、叶えました。後ろ向いてください、はい、こちら、こちらリンのエビ天、本日、はい、リンのここだよそば出店いたしました。イエーイ、700食食べた人700人、わー、美味しかった、美味しかった、真っ黒のあのエビ天をレシピ開発したんだよね、うん、そう、私たちあの新しい学校のリーダーズの課外授業っていう冠番組がありまして、はい、そこで4人でレシピ開発をしました。イエーイ。で今日もどこかに課外授業のカメラがあるはずなんだけど、いる、だから課外授業に向けて、ね、課外授業とかって言って叫ぶといいかな、ね、そうだね、どこにカメラいるか分からないんで、じゃあとりあえず天に向かって言いましょう、はい、天に向かって、ここにじゃあ課外授業がいると思って、あのみんなでいいですか、せーの、課外授業、はい、とれたかよし、とれたかよし、喜びました、とれたかよし、ありがとうございます、素晴らしい。でみんなとちょっとね、あのトーキングできたということで、あのメインステージに戻ろうかしら元気ですか、初めてやな、この1階席、2階席、初めましての方もいっぱい、すごいね、ギャルピして投げ中してとか言うとすごいなんか、いやーバキュン、セーラー服の方がいっぱいいたり ねもういろんな、やだ、はじめましてがたくさんいるんじゃない、新しい学校のリーダーズのライブ初めて来たって方どのぐらいいらっしゃいますか、ルカル、わー、めっちゃいる、ナイスミーチュー、ナイスミーチュー、ナイスミーチュー、本当にありがとうございます。それではそれではステージに戻ってこれたということで、ここからはスペシャルゲストをお招きしてお送りさせていただこうと思います。そのスペシャルゲストは我々のファーストアルバム前習わない、そしてセカンドアルバム若気が至るをはじめとするたくさんの楽曲をプロデュースしていただきました天才的なピアニスト、花が青いです真っ青です青春の色ですとか言っちゃう、おそらく。それではお呼びさせていただきます、 HZM さんです。はい、それではここから3曲続けて HZM 様とコラボレーションステージをお送りさせていただきます。それでは皆様お楽しみください。
Oh,
識したくて挑戦したくて私は今日もうずうずしてる先生、告白したら犯罪ですか？女性と
してしたらいけないの。文学したい私、花の女性と芥川も漱石もみんなみんな慕ってた。哲学してるあなたと誘われ先生、HZM 様とステージをお送りさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか。4年ぶりのコラボレーションステージでとてもとても感慨深いでございます。HZM 様にちょっとお気持ちを一言いただこうと思います。HZM 様人おぉリフト怖ちょっと本当に私告白されたので見た時に高いとこ怖かったんかな。怖かったですか。揺れがちょっと揺れがちょっと最後まで弾いていただき誠にありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆様大きな拍手をお送りください。 HZM さんでした。ここからはなんか楽しくてやらしいことが起きちゃうかもしれないね。何が起きちゃうの。皆さんまだまだ楽しむ準備できてますか。できてますか。じゃあ愛し世界へ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。楽しんだね。楽しんじゃってね。
こに着いたって？地球です。地球に到着しました。なんだって？現在アメリカロサンゼルスという場所の上空を飛んでいます。これが噂の地球か。はい、極悪宇宙人100人に聞いた。今銀河系で最も征服してみたい星ナンバーワンにも選ばれた地球でございます。ほっほっほ、あの動いてるのは何だい？あれは地球人です。あれは地球人か。おいおいおい、地球人、これから我々に征服されるとも知らずに笑ってるさ。ふわ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 。では早速地球に潜入して悪さしちゃいますか。しかしこのままの姿ではすぐに見つかってしまうかもしれません。それもそうだ。ならば地球人の姿をコピーしていくとするか。はい、どんな姿にいたしましょう。そうだな、今地球上で一番イケてる姿にしようじゃないか。お調べします。出ました、この4人組です。これが今一番イケてるのか。そのようです。ではこいつらの姿になって早速いたずらしに行くぞ。ねえお腹すいた。ご飯どこ？ここじゃないかな。あれあれ、お腹すいた。どこここ？お腹すいたね。お腹すいたな。今日なんかここなんかいい雰囲気のカフェだね。そうだね、そうだね。カフェね、どこだろうね。たまには家族で外食もいいわね。うん、そうだな。でもママのご飯が、カフェが出てきた。カフェって出てくるの？カフェで出てくるの？私たち先行で出てきたカフェが。カフェより先に人間が出てくるってそういうことあるんだよね。面白いね。面白いね。あー、このホイップいっぱいなの。いやー、楽しそうだな。たまには家族で外食もいいわよね。いいね。うん、まあでも僕にとってはママのご飯が世界一だけどね。あれやだ、もうパパったらもう。ママ、ママ愛してるよ。私もラブラブでキモーい。有効だ。もうそんなこと言ってないで早くピザ食べちゃいなさいよ。僕見てくれ、あこれシェルダン。さらわれないようにな。あ、もうあの子の将来が心配だわ。ねえパパ、今度見に行きたいライブがあるの。何のライブだい？新しい学校のリーダーズ、超イケてる日本のグループなんだけど今度アメリカに来るんだって。ねえ、いいでしょ。新しい学校のリーダーズ、なんだねそれ。この4人組、へこのさ一番右の2つ縛りの子とか超最高じゃない。かわいい。でもパパは刈り上げでくるくるパーマで三つ編みのリンがいいと思うけどな。いや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 、ママはこのカノンちゃんがいいと思うわ。なんて言っても品があって愛嬌があって性格も良さそう。カノンはいつもボーっとしてるだけだよ。は？まあいいじゃないか。今度はみんなでライブでも行こうか。やったー。いいね。大変大変、なんか UFO がピカピカって光ってポヨンポヨンポヨンってなって、なんか変なことになってる。何言ってるか分かんないわシェルダン。そんなことより今度みんなでライブに行くことになったの。ライブ、うん、それどころじゃないよ。この人たちのライブ。え、この人たち、うん、あそこに乗ってた人、え、どういうこと。そうだ、今度
週末はみんなでバーベキューなんてどうだ。お肉お肉、うちの家族はみんなお肉が大好きだものね。なんて言ってもホルモンとか。ホルモン、ホルモン大好き。早く食べろ。じゃあみんなでバーベキューパーティーに出発だ。イエーイ。パンパンパン。僕のハートもママへの愛情ホルモンでいっぱいさ。パパ今日もラブラブでキモいね。えトビキモいよね。キモいよね。あれあれれれあれ、ねえママ僕のキャンディーどこ。キャンディー、そんなの知らないわ。確かここのポケットにね入れたはずなんだけどね。うわくそお前ミリー食ったら。やめてよ、どうせ自分で知らないうちに食べたんでしょ。はぁ、知らないうち。人が無意識にキャンディーなんか食べまっせ。無意識に食べちゃうこともあるんだよ。ありません。じゃあトビーが食べちゃったんじゃない。あ、トビー食べたの。あぼっ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 食ってねえクソ野郎だって。そんな風
に喋るんだと。本当にまあ、いいじゃないか、キャンディーの一つや二つくらい。いやだよ、僕の大事なキャンディーなの。痛い。え、今日キャンディーだ。え、僕のキャンディー。なんで空から降ってきたの。まあわからないけど、神様のいたずらかもしれないな。これにて一件落着だ。よかった。ボーン。みんなでパクパクするよ。手出して、レッツゴー。アコー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 。パクパク、みんなでシュガーハイなんてシュガーローになっちゃいましょう。SNS では日本のアーティストではないかとの情報もあり、注目が集まっています。以上、ニュース速報でした。食べて。私のさくらんぼ、私のさくらんぼ、私のさくらんぼ。喧嘩しないの。私が先に食べる。これ一番好きなんだよ。喧嘩しないで。パパが言った。パパが一旦ヒゲを剃るから。え、ヒゲ剃ると。剃れた。どっか行っちゃう。剃っちゃう。ヒゲ剃るイメチェンもいいかなと。ヒゲ剃ったのか今。かっこいいや。さくらんぼ喧嘩しないで。はい。ダメだよ。はい。また今日も同じレストランじゃん。仕方ないでしょ。文句言わない。だって今日私がお家でピザ焼こうとしたら全部丸焦げになったんだから。まあでもママのそんなおっちょこちょいなところも魅力的だよ。パパ。今日もキモいね。今日もキモいね。キモめだね。キモめだね。キモいよ。うるさい。
から出てる。新しい学校のリーダーズがいる。どうしよう、握手してもらっちゃうかな。ちょっとママも緊張してきちゃった。ちょっとこんな時に限って色紙がない。もう自慢の襟足にサインしてもらうしか。もっと他のとこないと思うよ。でもさ、なみんななんか態度悪くない？いやいや、芸能人ってそういうもんなの。ちょっとぐらい調子に乗ったっていいじゃないか。そうなんかな。でも確かになんか違うかな。この人たち本人かな。なんか違う。お、今朝ニュースで見たぞ。制服を着た4人組が街でたくさんいたずらをしてるって。あー僕確かめてきます。すいません、新しい学校のリーダーさんですか。そうなんだって。そうなんだ。やっぱ本物かも。本物、本物だ。あなたちょっと、あなた、あなた、僕鈴鹿さんのファンなんですけども大好きです。おかしいよ、自分が鈴鹿と分かってないよ。なんで。じゃ次ママ行ってくる。あの、私カノンさんの大ファンなんですけど、いつも肩車してるだけあって足腰が全然鍛えれてない。細細。じゃあパパ行ってくるから、行ってらっしゃい。どうもリンさん、今日も素敵な刈り上げで、もしよかったら記念に触らせていただいても。刈り上がってない。刈り上がってない。なんでだ。私も行ってくる。あ、みじゅさん、私みじゅさんに憧れてて、立ち張り可愛いですよね。3本目がある。いなくなってる。ちょっと待ちなさい。君たちがね、新しい学校のリーダーズのふりをして街で悪さをしてるのは。偽物リーダーズめ、正体を暴いてやる。Oh my god.
ファンタスティコナイスですね。思い知ったか、偽物リーダーズめ。危うく偽物にサインしてもらうところだったよね。それにしてもよく偽物だって気づいたわね。そりゃそうでしょう。だって本物はもっと花があるっていうか、品があるっていうか、可愛いっていうか、間違いない。じゃあそろそろディナーにでもしようか。そうね、食べましょう。やった。ん、何これ、何、あ、何、何、あ、偽物リーダーズ。あ、なんなんだで君たちは。やっぱりあの UFO に乗ってやってきた宇宙人だったんだ。よく気づいたな、褒めてやろう。しかし我々の正体を知ってしまった以上、このまま返すわけにはいかない。なあ、もうさっき倒しただろ、帰れ。わざわざ宇宙から来たのに、そんな簡単に帰るわけないだろ。このクソガキが、めちゃめちゃ遠いんだぞ。何がクソガキだ。口の中手作込んで奥歯ピカタカタ言って脳みそチューチューしてろかこの野郎。宇宙人に奥歯ありません、残念でした。ムカつく。あんたたち一体何が目的なのよ。目的などない、ただこういう感じでやってみたかっただけだ。はあ、何それ。とにかくお前たちを倒す。家族には指一本も触れさせないぞ。パパかっこいい。何度でも倒してやるわ。かかってこうかい。ファー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 、では勝負だ。はいや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 は
Oh,
素晴らしい、ありがとう。ありがとうございます。我々にとって大人ブルーがこんなにも私たちの可能性を広げてくれる救世主かな、わかんないけど、なんか希望とチャンスを与えてくれた曲です。大人ブルーをきっかけにリーダーズを知ったよって方手挙げて。ねえ、いっぱいでしょ。いっぱいだね。こうやって大人ブルーをきっかけにたくさんの人と出会えるなんて、もう本当に曲のパーと音楽のパーには本当にもう感謝感激雨あられでございます。本当に大人ブルー愛してるぜ。てかさっきのアメリカンファミリー楽しかったね。楽しかったね。なんだったのあれって感じよね。じゃあ説明しなな。そうだね、あれは2021年に我々が初めてロサンゼルス LA に行った時に作ったパイナップルクリプトナイトっていう曲があるんですけど、そのミュージックビデオに登場しているアメリカンファミリーでございます。そうです。はい、でこの今日そのアメリカンファミリーを連れてきちゃいました。そうということです。はい、パパ役を演じましたロンでした。ロンのパパだいぶお腹こだわってたな。すっごいふわふわのお腹なの。なんか綿毛みたいなのをマックスまで入れてくださいって真剣に言ってたもんな。マックス入ります。マックスでいきましょう。はい、私、シェルダン役の息子でした。シェルダン役の息子でした。息子役のシェルダンです。そうです。息子のシェルダン役でした。息子のシェルダン役を演じました。そうでした。日本語難しい。まあ、私は娘のミリーちゃんを演じました。俺のキャンディー盗んだな。なんて俺のキャンディー食ったな。いや盗んでないよ。無事に食べちゃったんでしょ。私は母のキャシーを演じました。キャシーでした。ママ愛してるよ。ありがとう。ラブラブでね。ラブラブだったね。ラブラブした。お腹ぶつかってたやろ。お腹ぶつかった。なんかでかいからさ。思ったより大きかった。あと髪の毛変だからさ。なんかポンポンついてたから変だったよね。あのお父さん役のあの髪型がね、一番のこだわりやからね。そう、あれ重要な髪型だからね。なかなか存在しない、見たことない形ですからね。そうですね。大変でしたね。あれ原点なんなんやろ思ったら、パイナップルクリプトナイトのミュージックビデオぜひ見てください。見てください。私たちにとって LA の思い出は本当にね、思い出深いんで、本当にそれを皆さんと共有したいです。はい、ということで後半戦が始まるわよというところですけど、まだまだ元気残ってますか。元気残ってますか。相当元気やね。まだまだ行くわよ。それではネクストソング、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。
からすぐに飽きた。探しいものは何ですか。やりたくないこと飽きた。ありがとう抜けのスポーツ。真の凶悪なんだし、 TikTok バズれば十分だし、マスクは買いきつけろ。私の居場所はない。
私たちの一番楽しいとこなの。みんなこれ待ってたでしょ。もう一回やり直すから、しっかり四つ打ちに乗ってくれるか。絶対ここみんなで気持ちよくなるって想像して一番気持ちよくなってたんだから。みじちゃん、りんちゃんもこっちおいて。時間を巻き戻しちゃおうかしら。いい、いい、どこに行った、あいつらどこ行った、え、客席いたけどどこ行った、せーの、いない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 、ばー、ここだよりも、もっと叩け、手のひら叩け、もっと、つまりのあなたにとって青春とは何か、ただ若かりし日々のことを青春そう呼んではいないだろうか。それは違う。青春とは過去のことではない。青春は今だ。今を全力で生きていればそれは青春。全力で生きているからこそ時には壁にぶつかることもある。悩んだり迷ったりすることもある。それでいいじゃねえか。壁にぶつかりながら、悩みながら、迷いながら、そのまま青いままどこまでも突き進め。
自分を信じろ。俺はあなたを信じてる。そしてもし悩むことがあるのならば踊ればいい。体に流れる血を燃やせ、そして肉が叫ぶほどに踊れ。本能に身を任せて踊り狂え。そうすればおのずと答えは見えてくる。その先には本当の自分自身が待っている。そして強くなれる。年齢なんて関係ない。青春とはそういうものだ。今はただがむしゃらに踊れ。それが人の本能なのだから。踊れ本
もっと行こうぜ。
街は almost 40、 まるで悪夢で見た戦略のストーリー。東京降臨、街は almost 40、 希望の未来はるかくなったのグローリー。
ありがとう。ガブシャラオー